の劇的同点ゴラッソシュートコースがエグすぎる。シュプットガルト時代からお得意のダイレクトシュート。マジで面の作り方とシュートの強さが完璧すぎる。遠藤航らしいシュートフォーム、足の振りも速いしコースも完璧すぎる。フリーとはいえ前からプレッシャー来てるのにあそこ打ち抜けるのはすごい。サラーの優しい落としから遠藤のズドン、いやーこれで完全に流れが来た。これで流れが変わったのがすごい。さすがアンフィールド。リバプールの中盤全員ミドルうまいやん。彼は私たちのロドリです。素晴らしいゴールでヨーロッパリーグ優勝を決めてください。チームが3-2で負けて途中出場した直後、エリートメンタリティだ。ナビケータはメモを取る必要がある。過小評価されているテクニックだが、適切な高さのパワーと実行力でそれをやり遂げる。すごい。彼は徐々に我々との折り合いをつけてきている。シェフィールドユナイテッド戦で先発すべきだと思う。今のところ我々のシックスはフォワードよりフィニッシャーとして優れている。夢にまで見た光景だわ。